はい、こんばんは。なんかないと落ち着かないね、いつもね。全然落ち着かない。<laughs> そうですね。あ、いいです、いいです、もう時間が。第1サ作業家の5章の16節からお開きください。ちょっと座らせてもらいます。お読みします。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。 すべてのことについて感謝しなさいこれがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですお祈りします天の妻あなたが私たちを共にこの場に導いてくださったことはありがとうございますこれから御言葉を通して学びますが生きる神ご自身が豊かに肩に導いてくださいイエス様の名前によってお祈りいたしますあン、えー、皆さんこんばんは インターネットの方々はこんばんは、こんにちは、おはようございます。えー、っと、カンボジアのビデオがまずありますので、それをまず見たいと思います。 Jangan lupa untuk beri dukungan dan beri dukungan kepada kakak dan kakak-kakak. Jangan 日本ではですね教会が個人を建てるっていうことは少ないんですけど海外にたくさんあるんですねで私はあのジョージ・ミュラーの伝記を通してね個人を作りたいっていうふうに感じたんですねでしかしお金の問題とか能力の問題とかねまたいろいろなあ学びの問題とか考えてみてもね不可能な状況なんですよねただ読んだ本がジョージ・ミュラーだったので 祈りを通してね神様が技をなされるっていう本だったのでそして具体的にね個人の働きが起こってきたっていうのは感謝ですしまたその中でね死が栄光を表されるっていうのは大きな意味合い持ちますで個人の働きをするっていうのは聖書的にも祝福されるっていう一つポイントがあるのとともに、あのー、日本ではですね もううう一つの特別な意味があるというふうに感じますそれは何かっていうとですね日本のアニメがディズニーを超えちゃってるってことですねで魔法使いサリーとかろくでもないアニメがですね世界を席巻しておりましてですねそして主に霊的に変なこれはあの特別な国であると。 こういういいに思いますでそれに対して神様がね個人の働きをしそしてねキリストの働きを進めようっていうのは何か特別な御心がそこにあるなっていうことをね感じるんですよね。でどうぞ祈ってくいてください個人も大きな変化が起こってきて何の変化が起こってきたのかっていうと教会になった時にその真の示しがこう徐々し始めましたね自然の意思としての。 その動きが今起こり始めていますからさらに大きく動いてくると思いますしまた同時に、えっと、神の働きですからね今はまだ小さな働きですけどもっと大きく神様は技をなされるということをねちょっと感じますので期待しつつ見ていきたいと思いますそれでえっとイスラエルチームの紹介ビデオがありますのでそれを見ていきます これはの椅子が低くてなかなか起き上がりにくいんですねだからじ実際とはかなり違うんですねだからやっと立ってるように見えるかもしれませんけどやっと立ってるんですけど <laughs> 椅子が低いってことがあるんですねそれで、えっと、ディズニーランドに行った時にあの宇宙の映像を映してる映像があってですね本当に感動したんですねしかしね今それ普通の映画館でやってますよね iMAX かなんかで。 映ってますよね。映像の進歩っていうのは早いもんですね。それから強力な影響力を持ってます。で神様がね。映像を使うように。だから、皆さんもあのどん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 映像を用いて、あるいはアイデアを使ってね。使っていただきたいという風に思うんですねで。映像だけでもうメッセージがいっぱい来ますもんね。具体的にね。それとともに映像と。 音楽、ゴスペルの組み合わせを神様に言っておられるのでそれはですね戦国時代に戦国武将がね鉄砲を持ったようなものですよね強力な戦況の武器を持ったようなものですからえどうぞ皆さんねえっと皆さんの中にアイデアがたくさんあると思いますのでえそしてそれをどん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 出して作っていただきたいと思います。あって言われるような神様のね技が その中ででで起ここっててくるるはないいかということうをね感じてるんですねそれでえっとこのイスラエル派遣においてですね一つ重要なことは何が重要なのかっていうとこの年度が分かれてるっていうことなんですねこのイスラエル派遣においてでイスラエルからイスラエル人として スタートしなさいいとこういう,ふうに言われてますでまず第一に年度の終わりが10月で年度の始めが11月ですからですねまず今までの1年間の感謝をしそしていろいろこの1年間における神様の働きとかね恵みを見てい,いただきたいと思いますし新しい年度における神様の導きとかなこ言葉をね受け取っていただきたいと思うんですが。 それはあまり大きなポイントではないと私はね思っています。一つ重要なのは、イスラエルからイスラエル人としてスタートしよう。これですね。でこれはあの意味が分かりにくかったんですが、だん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 はっきりしてきましたね。それは何かって言いますとですね、今のイスラエル人のことを言ってるわけではないのですね。 イスラ日本人をですね失われた十部族としているイスラエル人という人たちもいますけどもそれはあまり大きなことではないんですね、えー、仮にイスラエル人だったとしてもなかったとしても何が重要なのかっていうと今肉のイスラエルがあってもう一つはイエス様を信じる霊のイスラエルがいるわけですね霊のイスラエルっていうのはクリスチャンです つまり私たち全員は霊のイスラエルっていうことになります。で聖書ではねこれが真実のイスラエル人だって言ってるわけですね。言い換えればこの例のイスラエルっていうのは天国人ですよね。天に国籍のあるものですね。そしてイスラエルからって言った時にイスラエルっていうのは地球上の一つの地域のことを言ってますがしかしそこはですね神の国の中心となるところなんですね。 ですから神の国っていうことをねその中で語ってるっていうことを感じるんですね。そうしますとね何を言ってるのかっていうと私たちは日本人とかアメリカ人とか人種を持ってますがしかしイエス様を信じてるので真の天国人であってその天国人ということを自覚してそしてね神の国から使わされたものとしてその一年を始めなさいっていうことをね 言っていいるってことこ、ね、非常に強く思いますですからイスラエルが一つ大きなポイントとなっているということをね、覚えつつさらに年度の最初と最初最後ですからそれを全うしていきたいとこういうふうに思います。それで、えー、エレサミンの平和を祈るつどいのビデオがありますんでそれを見て頂きたい,といます。<music> i'm gonna at this time 的なエルサレムのの平和のために祈る日は世界中の教団教派を超え10月の第1日曜日に毎年開催されていますこの呼びかけは神様の計画と目的に従いエルサレムとそのすべての住民のため地球規模で持続的に取りなし祈ることを目的とし発信されています フィン,ののンランドとイスラエルのためのヨーロッパ連合からご挨拶を送ります再びエルサレムの平和のために祈る時期がやってきました エルサレムの平和のために祈れとは聖書に書いてある事柄ですつまり世界中の信じる者たちが日々祈るべき事柄なのです、えー、聖書にですねエルサレムの平和のために祈れって書いてあるんですねこれは神様の命令ですから私たちが祈るということは主に従うことになりまたいろいろな問題とか困難が今エルサレムにありますがそのための大きな助けとなるということをね感じます えとエルサイムの平和を祈るということはですね、えー、聖書を通しての神の命令ですから祈ることに大きなポイントがありますしまた祈ることを通して主の祝福が、えー、祈る人たちに与えられますしかしねエルサイムの平和を祈るっていう時に戸惑うことも事実なんですねそれはなぜ戸惑うのかっていうとこれからは観難時代でしょそうなりますとエルサイムって大変な試練に遭うわけですよね 具体的に、ねまあ、それを知ってるんです、ね、その上で何か特別なことがあるんでしょうけどもそこに戸惑いを感じるんですがこの時にですねエルサレムのことからに関してちあの忠実に理解しておくっていうことが大きな意味合いがありますエルサレムって2つあります1つはですねイスラエルのエルサレムですね このことをみんな言ってるわけですけどももう一つですね天のエルサイムってあるんですねそしてですねこの天のエルサイムって天国ですそしてこの二つの関係ですねこれは実際にあるところですよねでこの二つの関係っていうのは この天のエルサレムの神がエルサレムであると私は考えております。で、このエルサレムはですね、千年王国が終わりますと再臨のあとね、この天のエルサレムに吸収されちゃいます。で、今のエルサレムのところは天のエルサレムになるわけですね。天のエルサレムが空から降りてきて。そしてこの天のエルサレムはいわゆる究極の神の国ということになります。 そしてですね、私たちはどこのものかっていうと、地上に住んでるんですけど、天のエルサイムのものなんですね。ですから、国籍は天のエルサイム、そして永遠に神と共に生きるものであると、こういうことですね。それでね、えー、と私はあの予言でね、天国に行くって言われてるんですね。 本当にそうかどうか言ってみないと分かんないんですけども。で、行きそうになった時は何回かあるんですね。一つはね、どこで行きそうになったのかというと、超ヨン牧師の祈りの穴で、個人的な祈りの穴で7日間断食しなさいって言われたんですね。そんなバカなことできるわけないと。超ヨン牧師の個人的な祈りの穴ねところがね、 徴用儀牧師の祈りの穴は私の穴だからあなたに使わせるってそれは理論的にはそうだけどそんなことを言うのかなと思ったら言っちゃったんですよねそしてねそのチョウ・牧師の祈りの穴で井上牧師がキリストに参加やってもちろん臨済とかそういう形で我々はしょっちゅうやってますから実際に姿として出てきたはずキリストに参加やったって書いてありますよねそこでねチョウ・ヨンギ牧師が天国行ったんですっ、ね、て だからね、なんか特別なことが起こるなんて言われてね、教会から送り出されていったんですね。そしてね、そのチョン・牧師の祈りの穴に行ったときにね、どういうことが起こったかっていうとね、お腹がすいたっていうこととですね、あと眠気ですね、そのあなただったんですね。それでね、チョン・牧師の祈りの穴なんて入って祈るから大変なことになっちゃったんですね。 どういうことになったのかっていうとねそこはねチョウ牧師の祈りの穴だから観光名所になってるそうするとねみんな来るんですよねそうすると私のつっかけが置いてあるでしょそうするとね何語で言ってるのか分かんないけど言ってる内容は分かるんですよねチョウ牧師がいるその瞬間が私緊張しちゃうわけですよね後ろを向いてバレないようにしてですねもう一生懸命やっているわけですね でそれでそのギン牧師の祈りア穴にいたんですけど結局ね私天国にも行かずにそれで隣大という意味でイエス様に触れましたけども実際に姿が出てくるという形では出てこらなかったんですねそれともう一回ですねマーニンさんが天国に行く時に自分の体を空中に置いてそして行ったって言ったんですね教え、ね、そういう感覚を持った時があったんですね なんか起こると思ったんですねただ私の、ね、怖がっちゃって「助けてください」みたいな感じになっちゃってでその時に何も起こらなかったんですねでもしその時言ってれば天国行ってたかもしれませんねそれで天国は我々と関係あるところなんですね何が関係あるのかっていうと私たちがその国籍のもので天国の民だからですね具体的にね そして、ね、天国に行った人たちっていうのはね必ず同じ特徴を持ちますそれは何かというと買いたくないよっぽど良いところなんでしょうね具体的にねそしてね私たちがそのことをしっかりと捉えることが実はねエルサイムの平和を祈る大きなポイントとなるんですねで我々は真のエルサイムに国籍があり永遠のエルサイムに国籍があり永遠なるものである でエルサレムの平和を祈るっていうこの一つのポイントは何かっていうと世界における全宇宙における神の支配を祈ることでありそれの完成ですよねそれとともにいうこと、ね、強く思いますそれへこのエルサレムの平和を祈る時には天のエルサレムと地のエルサレムっていうことを理解しつつ 我々が真のエルサエムのものであるっていうことを捉えつつ対応するっていうのはね、重要な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。それで一分動画がありますので、それを見ていただきたいとい。皆さんこんにちは。今回のテーマは迫害と殉教一です。 黙示録の時代は激しい迫害と殉教の時代となりますそれは大観難時代に最も激しくなりますが観難時代前半においても第五の封印などで迫害と殉教のことが述べられています黙示録6章11節を見ると殉教したクリスチャンたちの裁きを求める叫びに対して主は あなた方と同じしもべまた兄弟たちであなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいなさいと言われているのでこの時代にたくさんの殉教者が生まれることが分かりますまた黙示録7章にも殉教者に関しての記述があります「旧説にあらゆる国民部族民族国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆」とあり 14節に「彼らは大きな観難から抜け出てきた者たち」とあるので殉教した者か殉教者を含む観難時代の凄まじい観難を通って死んだ者たちであると思われますここからも観難時代前半においてもかなりの殉教者が生まれることが分かりますしかしこの時代に神様は大きな働きをなさいます精霊の力強い働きと賜物の働きが大きく起こります 後の雨リバイバルのクライマックスが起こるのです2000年前ペンテコステの時に成就したヨエルの予言が再び成就することになりますさて観難時代の真ん中3.5年目に軽挙が起こりますが軽挙されず大観難時代に地上に残されたクリスチャンはさらに激しい迫害を受けることになり真に神に従うクリスチャンは全員が殉教することになります近づく迫害と殉教の時代に備えつつ 提供されることを熱心に求めていきましょう。それではまた。えっと、艱難時代の七年間がですね、あの近づいております。この艱難時代の七年間の印っていうのは、地震であり、災害であり。えー、また、あのー、いろいろな紛争ですね。もちろん E. U. とか。 あるいはイスラエルの再建とかそれも一つの大きなポイントですそして3.5年目の敬虚が一つ分かれ目となりますこの前半に迫害とか殉教が起こりますが前半に起こる迫害とか殉教と後半に起こる迫害とか殉教,教とは違いますここでクリスチャンは敬虚されちゃうので残されたクリスチャンで忠実な人たちがここで殉教いたします 残されたたクリスチャンたちは全員殉教すすることになりますそして最初の方では、えー、宣教とかあるいはク,クリスチャンであることに対するいろいろな迫害とかなんかで死ぬ人たちが多く出るとしかし同時にこの時代に後のアリ,リ,リバイバルのまさに中心がやってくるっていうことがね起こってくるということをねどうぞ覚えておいてあのいただきたいというふうに思います。 そしてですね迫害とか殉教とか考えると非常に怖いとかね恐ろしいというふうに思うんですが主がいらっしゃるということを忘れてはなりません。それとともにですね神のの言葉は変わらないでですですから私たちがですね神の言葉に立つ時に殉教とか迫害とかの時代で神の言葉の素晴らしさをその中で体験するっていうことをね見ていくということを覚えておいてください。 それゆえ神なしにこういう時代を通過しないように神に求めて神に立ってその時代を対応することの中に主の特別な祝福と恵みがあるというふうに思っておいてくださいそれでえっと先週はですね東北地方に行ったんですねそうしましたらねイスラエルに行く前に検査をしないといけないことになりまして で広島協会と広島協会のお医者さんが非常に親切にしてくださって広島に飛んだんですねそしてね検査をしましたでえっともうあっちからこっちまであらゆるところを検査されたみたいな感じの丁重、えー、な検査をしていただいたんですねそれでお医者さん曰くですね思ったよりひどくはないということだったんですね で私は思ったよりひどいのかな方思ったんですがひどくはないということで、えー、っと手術をすることによって治るということで、えー、っと手術をすることにいたしましたですからどうぞそのためにお祈りください、まあ、当初、えー、っと最初脊柱管狭窄症の時にはですね手術のことを言われたんですがその時はストップを受けたんですね、まあ、一つはその病院がその手術をやってなくて 紹介するって言ってて言たので技術的な問題が一つあったんだろうとこういうふうに思われることとそれで手術を通して何か神様の計画があったのはそこの病院を通しての計画はなかったっていうこととと思うことと時ではなかったという,ふうに感じますしかし今回の場合はですね何かえっとその病気の経緯の方手術の経緯の方を紹介してくださるという 最高のケアを受けることができるわけですねそして、えー、広島協会とかお医者さんとかいろんな方々のクリスチャンの特別な動きがあってですね皆さんも心配してくださってますが、えー、いろいろ動いてくださって、えー、本当に手厚いこの祝福を受けましたそれとともにですね神様の時がそうなんだろうなと。 こういうふうに感じますのでねえー、っとイスラエルに帰ってきてからそういうような動きの中に入っていこうとしてますのでどうぞそれらを覚えてみておいてくださいそれでえー、っと年度末なんですね今ねで来週が年度末の最後の礼拝ですけどもその中で今日の聖書の歌詞はですねえー、っと なかなかこうスパスパと動けないんですけどえ第一テサロン家の5章の16節ですねいつも喜んでいなさい絶えず祈りなさい全てのことについて感謝しなさいこの3つですあの年度の終わりになりますとね年度を振り返ると良いことが起こり悪いことが起こってきますよね 例えば、えーと、私は今年ですね、あの今年度ですよね、最初ですね、見言葉が4度起きたんですね。あなたは死なないって見言葉なんですね。で、私は何り示されるので何言ってんだろうと思ったんですね。まあ、その時はそんなに健康に問題を感じてなかったんですが、しかし、後の動きを見たときに、いろんな病気が発生してね、入院も多かったし、 えー、病院にか担ぎ込まれることも何度もあったんですけどもそれを見てねもしあの言葉がなければあこれはねあれ死ぬかもしれないと思ってただろうなとこういうふうに感じるんですねですから最初に神様が語られた言葉っていうのは非常に大きく私にねある認識を与えたっていう意味で本当に素晴らしい神様の恵みであったなとこう思うんですね。 そしてですねまあいろいろこう病気が大きく多くなりますとですねどういうふうに感じるのかというと大変なことが起こっていると大変な困難と問題が起こっているとそういうふうに感じるわけですね普通ねで私はあのこういう時が一度ではなくて私がクリスチャンになった頃凄まじいもっと大きなことを体験しましたので2度目なんですけどもでその時に 牧師が言ってたのは何て言ってたのかっていうとあなたはこの教会で最も試練の中を困難の中を通っている人々は何と見てたのかっていうと非常に深い困難の中を秋元兄弟は通っているってこういうふうに見てたんですねでそれは事実なんですけどしかしですねもし神様を知らなければそれで終わるんですけどしかし神様を知っていますから 知ってるとねどういうことになるかっていうとそういう問題困難の後ろにある神の素晴らしい経過が現れるとともに聖書でも書いたんですね「全てはあなた方のためである」「益になってきさらに神様の働きの大きな土台となっていくっていうことをね見てきたのですでその時に一つ重要なことは何が重要なのかっていうと主の言葉に 従うという信仰の対応を取ることが非常に重要なポイントである信仰の対応を取らなければ問題とか困難はそのままっていう場合が多いですしそしてね痛みはそのままっていう場合が多いですねしかし神の言葉を通して私たちが信仰の対応を取るときに神様がそれを許した真の目的と技が起こってくると栄光が起こってくると ということを、ね、覚えておいてください。えっ、ー、と昨日ね散歩したんですね最近うちの散歩大変なんですね。何かっていうとね付き添いがついてるんですね。理由は何で付き添いがついてるのかっていうとね途中で倒れたらまずいっていうそういう感じですよね。そしてね昨日はね、まあ、まだあの教会に戻ってきてませんけどそのうち戻ってくる紅が付き添いしてくれたんですね。 そしてですねベニがね最近ねうちの男の子の子供の中ではね一番ね筋肉リュイリュイとしてるんです <laughs> あの岩根君とヨゼフ君がですねあのー、実はあのー、着物の中は大変な状況なんですね えー、そしてねー、まあ、とお話ししながら、えー、今会社に勤めてねあの働いてますしまいずれ戻ってくるでしょうけれどもその時にねちょっと思うんですよね紅くんは生まれつきの脳障害で生まれたんですねそして知能それから知能が発達しない、ね、それから体が動かなくなるとそういう状況だったんですね、えー、そしたら、まあ、人によってはですね 言う人がいるわけですよね。秋元牧師が裁かれて子供が脳障害で生まれちゃったってね、そういうことを言うべきじゃないですよね。それでね、いろんな教会に広まっちゃった。具体的にね。でもですね、で私たちは神の言葉を知ってます。神様がいらっしゃるから、神の言葉を通してね、わかるわけですよね。感謝しなさいでしょ。 つまりその私の息子が脳障害であることを後ろにこれを感謝するっていうのはその後ろに神の素晴らしい計画があるっていうことを前提にしてるわけですよねですからですねその時感謝したんですよねそれで思いましたどんな良いことが起こってくるだろうと二、まあ、つ考えられたんですね一つは治っちゃうでもう一つはね 病気であるけれどもで状況は残ってるけれどもしかしその中で種の変更を表す、まあ、どっちかだろうとそしたらね治っちゃった方で今ザーイやってますけどですね株かなんかやってたってね紅ザーカイですね <laughs> えしかしねえー 大きな逆転が起こっっちゃったんですねその逆転はね偶然ではないのですなぜ偶然ではないのかっていうと神の言葉にあるからです神の言葉にねそれで私たちもね今年1年を送った時に良い、ね、運がいい,いいことがいっぱい続いてよかったなと思った人もいるでしょうしそれからいろんな困難とか問題とかね失敗とかそういうことがあって 痛みを感じた方もいらっしゃるでしょうね。まあ、罪は悔い改める必要がありますね。全部許してくださいます。しかしですね、見言葉を通してわかるのは何かというとね、その悪いことと思われたことの後ろに神の素晴らしい計画と技があるということです。具体的にね、今あのベニと話あの一緒に歩きながらね。 もうこっちの足もフラフラするもんだからーも助けてくれようとしてますけどもえこちらを見てるのはねーの完全な癒しを見てるですねまあ次に見るのはですねーが完全に立ち戻ってくるのを見るでしょうねだからよい,いことは半分ねその技が現れてくるということをね私は確信しておりますよねでその時にですね 偶然起こってるわけではなくて運がよくて起こったわけでもなくて神の言葉にあるわけですね。ですから皆さんね神の言葉。で皆さんね皆さんが歩いてきた道を神の言葉を通して見そして神の言葉を信頼してそして信仰を用いて見るのと見ないのとは人生が変わってきます。 大きく変化が起こってくるということをねどうぞ覚えておいてくださいそれでですね脊柱管狭窄症ってね大変なんですね大変だなと思いましたね最初の病気の時はね血吐いて死ぬか生きるかみたいな感じだったんですけどあれね血吐いてる間は大変なんだけど血止まっちゃえば何ともないあの具体的にね だからあの要するにもう、まあ、生きるか死ぬかっていうのはね、要するに血入ってる時の話であって、それが過ぎちゃいますだ。だいたいそんなの一晩とかね、そんなもんですから。その後はね、なんかなんで病院にいるのみたいな感じで病院で遊んでるわけですからですね。大変じゃないんですね。じゃこっちはね大変なんですよね。だってね、足が痺れてるわけでしょ。 痺れてるんですよねだからねこの間不審さんに警告したんですねそれは何かというと私の隣に寝てるから私が突然落ちてくるかもしれないから落ちてくるっていうのは歩いてる時にね足が揺らいでバタッとくるかもしれないから気をつけてってねあのそういうふうに言いましたそしたらねこうやって仰向けに寝ることができないそれから横向きに寝るとね 同じ姿勢をとっていることができないですねで足がしびれて痛くてそしてですね常にそういう症状があるわけですよねだから今回はまあ旋回はね一発バカンとて来てその後は何ともなかったけど今回はずっと来るような形できてるなっていうことを感じるんですよねただしね そのの後ろに神様の特別な計画があるんですで特別な祝福がその後ろにあるっていうことをね何を通して分かるのかっていうと御言葉を通してで私はあの困難の中に入っていてあの皆さんもそうだと思うんですけど一つ肝心るのは例えばベニーくんのことでベニくんが脳障害で生まれたことでマイナスは一つもなかった。 で私はですね私が病気になってね血を吐いたり、ね、何度も真相になったりした時に大変な人生を送って、ね、これからどうなのかしらとかいうふうに思われましたけども今考えてみますとね私マイナスはね何もなかった良かったなと思いましたね例えばベニ君に関してはね。 有名な電動車が、洗面協会の電動車が私に言ってきましたよね。あなたが羨ましいって。ね。私もね、あなたが紅組んで体験したような証を欲しいってで。私はね、素晴らしい証をその中で体験させられたのです。そしてね、私はあの病気にかかってね、で困難の道を取ったでしょで。その時にね、いろいろ見たんですね。死を見ましたし。 そしてね病気のひどさも見ましたしでその中でねこれが武器になってきたんですね働きとかわざのこれは幸運だったなと思いますで今あの、ね、首が曲がっちゃってで足もフラフラでで、なんかよちよち歩きであの、気をつけてくださいあのよちよち歩きわざとやってるわけじゃないかな であれ危険なんで何が危険なのかっていうと歩きながらね右に倒れるか左に倒れるか前に倒れるかわからないだから私に触っただけで私が倒れる可能性もあるわけですよね具体的にねでもねそれが駅になる駅になると思い込んでんじゃなくて駅になるとどうして神の御言葉があるので御言葉を信仰を持って 私たちがね対応するときにそのことが起こってくるで皆さんの人生においてもですねそれが起こってくるだから私たちがえっ、ー、と過去に起こったことに関してまた、あ、今年一年の良くないことまあ良いことでもいいですけども信仰の対応を取るのと取らないのとは大きな差となってくるということをね ど,うどん覚えてておいいくださいそしてですね、えー、と聖書の一番最初に出てるのは、えーと「いつも喜んでいなさい」ここが書いたんですね。でなんで喜んでいなさいっていうのかというと「喜べるか」とこんなこともあってあんなこともあってっていうのは普通の考え方ですよね。で私たちはですね なぜねいつも喜んでいなさいって言われてるのかっていうと祝福されてるからです。で私たちは良いことが起こると祝福されてるっていう風な気持ちになりやすいですね。でもちろん良いことを通して神様はたくさんの祝福を表らしてくださいます。で私たちは祝福されてるんですね。でもねクリスチャンのすごいことは悪いことを通しても祝福されてるんです。呪いがなくなったんです。 十字架によって罪の赦しがなされた結果ですね私が裁かれること呪われることは一切なくなりましたで私が十字架を信じて罪があったら悔い改めてそして御言葉ばの信仰の対応を取るならば皆さん問題とか困難の後ろにあるね神の素晴らしい技と栄光が現れてくるのですなぜいつも喜んでいるって言ってるのかって呪いがなくなったからです マイナスがなくなくったからです問題がなくなったからです。だから喜んでるのですね。しかしあくまでも信仰の対応を取るっていうことはね重要なポイントです。それとともにね、絶えず祈りなさいって書いてあります。あの祈るっていうのは大変なことですよね。この祝福の深さっていうのをね、私ね、体験してます。えー、っとね、今回、 旭川で入院してそして中野でまた入院したんですねでもう一個入院すると思います今度は後ろの手術ね手術でえー、っと入院した時に大変だったんですね旭川でおしっこ出なくなっちゃったからこれねもう一生出ないかもしれないになっちゃうかもしれないって皆さん他人事だから何とも思わないかもしれませんけど皆さん 自分にとってみは大変なことですよね。もう神様助けてですよね。あの具体的にね。で、一つ私、あの神様の自分の基本的な関係っていうのはよく分かりました。何が分か,かったかな。常にね、神様を助けてですよね。もうそれがもう一番最初から今に至るまでの関係の基本ですよね。ですよね。でもね、祈ったんですね。そしたらね、イエスの打ち傷によって癒された。 という言葉が来ました。明確に示してくださったんですね。で、これはあの神様は知ってるっていうことの恵みですよね。神様のね特別な助けがある。だからね、出た時はね、もう主を崇めました。出た時に入院しちゃったんだけど、あの入院した時のね衝撃とね痛みと悲しさは出たことの 喜びに比べるのは何ともなかったです具体的にね。そしてね、入院したときに、今度は中野の方の病院に入院したときに、こういろんな大変な状況になっちゃったんですね。一つは何かっていうと、さっき言ったように、えっと、入院のベッドがねあの、医療関係者の人、ちょっと考えてください。あんなちっちゃいベッドね、最近寝たことない。 ホテルだって2倍ぐらいになってるのもんねだってこう寝たらねこれで終わりそれ足が出ちゃう痛くてしょうがないしそしてね問題があったんですねそれは何かっていうと私ね仰向けに寝れないん腰が悪いから腰にねほてりとか痛みとかが来ちゃうんですよねだからね仰向けになっておれないじゃあ右向け左向けになれるかっていうとねちっちゃくてなりにくいと。 で右向け左向けになったとしても腰が悪いでしょだから同じ体勢に長く同じ体勢を取ることはできないのですよね。具体的に。そうなりますとね寝れないということになりました。あの皆さんの中に寝るたまものを持っている方は何人もいらっしゃいますけどもねよくあの体勢で寝れるなというふうに感じますがいやだから。 正面向いても右向いても左向いても腰が悪いからそこで来ちゃうからアウトなのですよね。焦ったんですねね一晩目はも1番目にちょっと誤解があってね工藤さ部があったのでそのまま入院させられちゃったんですがね病室が暑くてしょうがないんです。 でなんでこの病院や病室熱くするのかななんて思ってたんですね。でほとんど一睡もできなかったんですがよくよく考えてみたら私、工藤さ部だから自分の熱で熱かったんだなと病院のせいにするんじゃなかったんだとこういうふうに思ったんですね。そしてね寝るときにもう寝れない状況ですよね。これどう考えていったら寝れないと。そしたらね神様を思い起こしてくださったんですね。 迫害されているクリスチャンとか牢屋に寝れられているクリスチャンで26世紀の,の、ね、記念館でもよ,よく見ましたけどもすごい環境ですよね私の寝ているようなベッドではないわけですよ最悪な状況ですよね最悪の最悪の最悪でその時にちょっと感じたんですねそれは何かっていうとね彼らはぐっすり休んでたって感じた あの劣悪などうにもならない状況の中でねでどうしてぐっすり休んでたのかというとですね「神の恵みを求めた」って言われたような気がしたんですねそれでね祈ったんですね「これでは私は眠れ,眠れません」とこういうような状況ですけどもでもより寝れるようにしてくださいそしたらね いつもでぐっすりと眠れてその病院にいる間中ねいつもの1.5倍の睡眠時間を持ってですね眠れましたねで神の恵み神の力絶えず祈りなさいっていうのは特別な神様の恵みの祝福であるということを思いますえっとそれとともにですね もの私の熱がね、なかなか下がらなかったそれは看護師さんがね、氷枕を持ってきたんですけど、氷枕あまりちゃんとつけてなかったでそれを知ってて、看護師さんに責められ始めちゃったんですね。あなたが氷枕ちゃんとやってないから、ね、熱下がらないとかなんか言われたんですね。それでね、こっちもムカッとしましてですね。で、一つはね、熱を気にしてなかったの、あんま でもね、もう本気に祈ることにしたんですね。なんて祈ったのかっていうとね、ちゃんと熱を下げてください。とこにたんですね。で、私たちは病院の医療もありますけども、それを超える神様の癒しの神っていうのがいらっしゃいますから、祈ったんですね。そしたら祈って寝ちゃったんです。そしたら、看護師さんは夜中に来てね、私が寝てるときに熱測っちゃったんです。で、熱測ってね、 あまりに低いので間違いだと思ってもう一回測ったんですってそしたらあまりにも低いのでやっぱり間違いだと思って3度測ったんですってそしてね3度測ってね同じ体,体温だったんでびっくりしたそうですね急に下がってるってもちろんあの34度5分とかそんな下がり方じゃなくて、ね、平,平熱に下がっていったんですねでその時にね 主をめました祈りを聞いてくださる神様ですよね。で絶えず祈りなさい。とこ行ってんですね。えっとそれとともにですねベッドの名を上にいて狭い中にいて環境が悪いんですよね。そしてねベッドから数日間動くことはできない。で私ね動きたいと思ったんですよね。それでね一計を案じました。 そして祈ったんですねそれは何かというと看護師さんにね車椅子頼んでね、まあ、3階だったんですが3階のところをちょっと歩いてもらうとねそしたらね歩いてくれたんですそしてね私言ったんですね「家族が来てやってもらっていいですか?」って言ったら「いい」って言った不思議さんが来たからね不思議さんが来たのでね4周したんです 4周したんですねねそしてね4週してたんだけど、えっと、私の目的はね、車椅子に乗ることじゃないんで私の目的はですね、歩くことだったんだから、不審さんに送してもらいながら、様子を見ながら、トイレに入って、そしてね、車椅子から降りてね、ちょっと少し歩いたで,で、よかったんですね。車椅子に2回乗れて、 1回歩けたと。そして次の日もっとやれるかと思ったんですね。そして、護師さんに頼んだら看護師さんが言われたんですね。人手がなくて次の日はできませんって。っで、聞いたんですね。1回もできませんって言われたんですね。で私、言ったんですね。じゃあ家族に頼んでやってもらっていいですかダメですって言ったんですね。でゼロになっちゃったんですよね。で、私、その時にね。 祈えー、っと一回も動かないってことはねまあ見心ではないだろうと祈りは聞かれるんじゃないかなと思ってちょっとね余計めに祈ったんですねどういうふうに祈ったのかっていうとね4回車いすに乗れるように祈ったんですねそれと本来の目的は歩きたいわけだから歩いてね トイレににに行けるよよううなりますようにそれも祈ったんですねで絶対無理かと思ったんですけどもリハビリを受けられるようにリハビリやってますから病院の中で、ね、こう祈ったんですねでそうしましたらどういうことが起こったのかっていうと朝になって時間がちょっと経ったら先生からんかの指示が出たのかもしれませんけど佳子さんの態度がかかったんですね。 あの車椅子を押しますよいつでも行ってくださいということになりましてですねその日不思議さんを交ぜ交ぜて4回その辺をねくるくる回ることができましたそしてね許可が出てるんですね歩いてトイレ行っていいね看護師さん付きだったらって最初言って言ったのが次は看護師さんでなくてえー、っとなんだっけ 駐車の長いやつええ、何点,点滴のやつを持ちながら歩いていいっていう許可になってですねそしたらなんとリリハビリの人がやってきたんですねしかしねリハビリの人がやってきてリハビリやってくれてちょっと後悔したんですね。 それ何かというと私の想定よりも激しい闇ですね <laughs>。これはまずいなと思ったんですけどまあこっちが祈ったことですのでね。で祈り。あの私たちはねすごい素晴らしい恵みを頂い,いてます。祈りを用いていただきたいと。そしてね「すべてのことについて感謝しなさい」と書いてあるんですね。これは宝の 言葉です私たち一人一人の人生を変える言葉ですそして私たち一人人の,の人生の深さを大きく開く言葉ですよねで皆さんね感謝してくださいさっきえー、っと「誰だっけ沖縄から来たの誰だっけ名前」え 聞こえないでいくんいれいくん。いれいくんがね、本読んでたんですよね。ありえないことが起こったわけですね。<laughs> ありえいくん、イイ君ここにいるのかなあい,いるよね。その辺だよね。本読んでだからね、私何の本読んでるんですかってね、聞いたんですね。そったら予言だって。 一気にイレ恵君に対する評価が変わりましたね <laughs>、まあ、彼ほどの素晴らしい青年はいないと。<laughs> でね思い出すんですよねそれは何かというとですねオーストラリアだったかな雨食っちゃってそしてですね歯が取れたんですよね。 で私はああーと思いましたねまあ、このままオーストラリアで歯が取れたらまあ行くのかでそしてまた歯医者行かないといけないのかあーと思ったんですが聖書では全てのことを感謝しなさいって書いたんですよねそれでね感謝したんですたまたまそれをブログに撮った人がいてね秋元の牧師が 歯が取れましたけど感謝してましたって書いたんですね。でそれをお、えー、っとチェコのクリスチャーが見てね信仰回復しちゃってでそれがですねチェコ語の予言の本の翻訳に行きましたよね。驚きました。主の働きのすごさに主の御言葉のすごさに。 でこの時に、この神の言葉の強力な力と恵みえということを感じるんですね。で、どうぞ皆さんね、感謝してください。もちろん感謝して何も起こらなかったっていう方もいらっしゃるかもしれません。忍耐が足りませんね。まあ、それはその人に言ってる言葉ではなくて、私に言ってる言葉です。ね忍耐をもって神の御心に立ち、対応を取る中で、 種の大ききな技と栄光が話されてきます、まあ、例えば今あの私はあの病気の状況なのですねでちょっとあれだったなと思いましたねやっぱりパウロというクリスチャンネルだからパウロって見せるんですねいい時も悪い時も良いことも悪いこともねでもそれが赤字になるって書いてありますからね でこの後ろに神様の素晴らしい経過があって技が現れてくるぞっていうことをねやっぱり感じるんですよねで皆さんも同じような状況になった時に感じるでしょうね信仰を使うことによって主の技が起こるでどうぞ皆さんね主の言葉に立って私たちが送ってきた一年を感謝しまた 信仰を用いることによってその人生における我々の理解を超えた輝きがそこから出てくるそこから素晴らしい技が起こってくると私はあの、えー、っと皆さんもそうでしょうけども体験したのはね良いことを通しての祝福よりも悪いことを通しての祝福が 年を経た時に非常に素晴らしい輝きを持ってきたということをね何度も体験しています。ですから皆さんねああと思うようなことを体験したり痛みを体験する方々はですねそれは途中であってえお医者さんの注射みたいなものだとこうですよねねこの辺ね静脈流のね。 手術したんですねそしてね看護師さんにね注射してもらったんですね痛くない私ねい言っちゃいましたあんた注射うまいですねって <laughs> そしたらね中野の病院で注射してもらったんですね最悪でしたね いや,いやだってねあの看護師さん何人もいるからあれだけど痛くはないけどこう血管に入れるわけじゃないんですか外れるわけでしょそこ血管からねでなどうして中で探すんですか <laughs> 外に出しててもう一回入れてくれくくた方が私は痛くない中入れて中で外れてるのに探すんだよ。 もうどうにもならないですよね。でもねその痛い注射だってどうして注射やるのかっていうと治療のためでしょですから薬を中に入れるとよくなっちゃうわけだすあとになると。でもやった時はねあの中野の後肢静脈の 注射の看護師さんが懐かしいですけども全然痛くないなあのねやっぱりあるんですよ私が入院してる時にねもうちゃんとねあの人痛いぞあの人大丈夫だぞってね患者の方で言ってんですよ具体的にねしかし痛くてもねその液が出てくるわけですよね ですから、私たちの人生に痛いことがあったとしてもですねそれはイエス様を信じてない時はね我々は呪われていましたから問題とか困難とかマイナスがあったでしょうでもイエス様を信じた結果ね我々は祝福されたのです祝福されたっていうのはいいことを通して祝福されてそしてね悪いことを通して祝福されたんです悪いことは痛みが伴いますまた 忍耐が必要ですよねしかし皆さん素晴らしい栄光をその中で見るんです。もちろんね、信仰の対応を取らないといけませんね。もう神様なんか従うかとかで。感謝なんてするかとかね。そんなのは駄目ですね。そ,うそうしたら、要するに神様の祝福を蹴飛ばしちゃうことになりますね。ですから、信仰を通して神様の耳を受けていっていただきたいと思います。お祈りします。 天のさんはお一人お一人のうちに豊かに働きさらにご役をと宮沢を荒らしてください言葉にちょっとつぶやきが入ってしまうので主の働きをとどめている方がいらっしゃいますつぶやきをやめるように主を働っています天の様はどうん,どん豊かに導きさらにご役をと宮沢を荒らしてください、えー、かつて何か信仰を通して告白したことと全く逆の道を歩んでいる人がいます ちゃんと悔やらためて信仰の歩みに戻るように手話が立っています。手の差はどどりだかに導いてください。何かこう夢があって、主から来た夢があって、それがなんかできそうにないので、えー、これ飽きの呼びをとしている人がいますが、諦めてはダメです。ちゃんと握って信仰の対応をとるときに勝利を見ます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔やらための時を持ちたいと。 それでおのうで癒しのためにお祈りください。テノさん、お人一人のカード精神に触れ癒しを行い解放をなってください。イエスキリストの御名にって目ずお人一人のカー精神が病のれをさい。イエスキリストの御名にって目ずお人一人のカー精神に目ず癒癒されよ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 何か聞いて時々それを思い起こす人がいますがこれは神の語りかけです。 それをしっかりと対応していかなければなりません。寺田さん、どうぞ豊に導いてください。何か頭の芯に、えー、痛みのある方がいらっしゃいますが、これがいらっしゃいました。目が悪い方がいらっしゃいました。イエスキスト、宮野って、お,人お人のしとおしとの精神よ生しょ、おすすす。感謝します。イエス様、の名前によってお祈りいたします。雨。それじゃあ3秒お願いします。